社会、東京スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記、もので、構成が先行する第65回ブルーリボン賞各賞が決定。助演男優賞は、沈黙のパレードに出演したお笑いコンビ、ズン、飯尾和樹、54?が受賞した。国内の映画賞を得、得するのは初。主演の福山忠史、修とは同い年。第一賞は、聖域有用ですけど、こり、いや、売れるわなって思いましたねだった。自分の同学年でモテる人っていた、けど、それどころじゃなかった。長崎にいましたね、本当のスターは、スタ、とは、対照的な芸能人生を歩んできた。自分が床ずれするくらい寝てる時に、福山さんはドラマをヒットさせて、ミュージシャンとしてもすごい刺激、中では、福山と対峙するシーンがあった。スクリーンに二人だけが映し出されるシーンを目のあたりにし、地球で一番感慨深かった。並んだなって。いや、実績じゃないですよ。福山の演技に対する姿勢には驚かされた。前室に二人でいる時も一切座らない。なんで座らないんですか?って言ったら、由香は、学イコール福さんが演じる役、なさんっていうのは、スーツにシワがないイメージなんでって。プロは、すごいです。ずっと立ってましたよ。俺は座ってて。なんで立たないんだって話ですよ、笑い。自身は、娘が殺された父親という役だった。僕は、縁がなくて、子供がいない。役作りで、娘さんがいる、関根勤さんに聞こうと思ったんですけど、娘が殺されると想像させるのは、悲しい気持ちにさせるだけと思ってやめたんです。岩井側のジョニ男さんにも聞こうとしたけど、また同じ思いが出てきて。最後に野生爆弾のクッキーに聞こうとしたら、娘が可愛くて、しようがないって話し出して。また言えなくなっちゃった多くの芸人仲間が同作を見てくれたそうで、相方のヤスはメールで、見たよ、よかったよって、すごい上から目線で。普段から世話になっている関根と小坂井和樹にも絶賛された。二人とも何か賞取れるんじゃないかってげんっていただきましたと照れくさそうに明かした。